バンとこれね、あっちもできてるかね、もうバン。そしたら入ってて、ドン。え、怖っ。ちょっと大丈夫ですか。はい、あ、はい、でかくオッケー。え、もうテーブルに倒れる。うん、抱えてくれた。あ、了解です。手前になっちゃう。はい、抱えて、で、顔で終わったら、はい、うん、はい、アクション。怖いな、寝てもらった方がいい。生き方が。ああ、そっか、玉がでかいのか。いい表情してるよ。ああ、なにこれ、抜くのめんどくせえ。あー、やばい。カップ持ってる。ああ、すんなり抜けるから、しんちゃんに寝てもらう。あれは、うん、普通はみんな拡張して入れるもの？いや、俺は案外は拡張しないな。あ、じゃあみんなあれは案外意外と入るってことか。案外はもう、もう拡張途中って感じかな。え、3P と、うん、ピンの穴で、うん、3P とどっちの方がキャーってなるのかな。チンコはな、一応柔らかいから。まだこの時はだって、はい、拉致されたの知らないんだから。あ、そっか、うん、シャメもなんか手遅れになった時に多分送ってるんですよ。ああ、うん、もうそろそろ送ってやっかみたいな。送ってるのはトニーの絡みの後だからね。ああ、ここでは撮ってる。すごい。でも私の旦那さん最後の最後に来たんだって。めぐみー、ね、来たじゃん。最後の最後、一番最初に撮ったじゃん。来たね。あ、一番最初に撮った。今頃何来てんのみたいなね。散々森くんの太いのぶっとね、ケツにズボズボされて行きまくった後に。タイミング的にも最悪だよね。もっと早いとか遅いとかでいいのね。終わったちょっとスタートに来ちゃう。はい、チンさん。はい、はい、あれ、あ、お前落としたべ。私立って、はい、どうすんだよ。腕に引っ張る。腕落としたろ。そうかな。そうだよ、良き旦那さんや戻してくれる。捕まえた時の状態に戻してくれる。こういうことをするとだんだんきつくし、いじめのように縛ってくぞ、お前。怖いな、怖いな。痛いって言われても知らねえって言うからな。こういう縄抜けするやつは。うん。忍法縄抜け。だからこれ腕を落としちゃうと、うん、下にガコンってやると抜けるからね。はい。張ってるんでちゃんと。自分でね。だって。だって。もう手あげる、手を落とすから気を抜くから。ガラスの太いの太い方からいいよ。ガラス太いのにしよう。ガラスのジェネレーションで、さよならレボリューションで。少し優しくしてやったらもうすぐ引き上がりやがって。自分も出前でいいんじゃない。ちょっと優しくするとすぐつけがれやつ。あーだもん、やだもん。あー、やばい、笑ってられない、今じゃ。笑ってられんの、今のうちだぜ。今でもアナルつられてる。今でもアナルつられてる。あ、そうだ、ちょっと待って。アンコ用でピンクがアナル用で、アナル用で、そんでこっちの方がいいなで入れて、最初ガラスから行こうか。ガラス行って、こっちから行こう。あ、こっちから。あ、マジ見ちゃった、見ちゃった、見なければ。トニーさん、私トニーさんのことずっと信用してる人大好きだよ。黒マイブ、ピンクのダブル、デンマーク。オッケー。ガラスピンクのダブル、デンマーク。デンマーはケツの穴にじゃ行っちゃうってこと。最初マンコ、マンコ行って最後。あれだよ、これきっと目覚めるやつ。目覚めるやつだよね。うん、3ヶ月後ぐらいに、うん、ばっかり。もう鉄門で拘束されてアナルやってるよ、もうこれ。やばい、怖い、すごい、うん、ありがとうございました。よく頑張ったね。でも辛かった。辛かったね。辛かった。
どうした？大丈夫ですか？まあまあ、言ってもらう。田中も。とこだよね。そうだね。だって本当にみんな絶対うんこ我慢してる時にさ、もう漏れそうな時ってさ、人の話も聞こえないでしょ。うん、でしかもこう一つの体勢で動けなくなるじゃん。うん、だからお尻はすごいところなの。すごいね。そう、うん。それに今日気づいたの。うん、っていう感想でした。どうやってよかった？うん。なんかずっとずっと知りたくて、あの、そう。今日知れた。でも説明できないからね。本当にやってみないと分かんないけど、うん、誰も。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。今教えどんな感じ？今ね、なんか宙に浮いてる感じ。なんか、こう、すごい。お疲れ様。お疲れ様です。ありがとうございました。ありがとうございます。